はい、ちゃオ、亀岡です。今日はですね、8月11日以降のですね、週ですね、えー、ついにですね、えー、お盆に入りまして、連休に入りますよね。なので、まあ、週末編突入ということで、ゆっくりですね、私の今後のですね、8月下旬から9月にかけての相場戦略ですね、ちょっと短期ではなくて、ちょっとね、中長期目線も含めてですね、えー、話していきたいのと、それからね、気になる金融と経済とビジネスの動き、そしてね、最後に注目4銘柄ってことで、 材料が出た順にですね、えー、今後動くかもしれない銘柄ということで話していきたいなと思っております。まあ今日はね、日経平均一時400円近く上がりましたよね。まあ予想以上にですね、そこい動きをしています。まあこの辺についてもね、しっかりと解説をしていきたいと思っておりますので、今後の予測ですね、えー、最後までお付き合いくださいということで、今日はね、ゆっくり話そうと思いますが、まずはね、今日の振り返り相場ですね、していきたいと思います。 日経平均ですね、反発をしました。3200、うん、32000円ね、割れ目前からですね、えー、強く反発をしています。で、今日はね、一時450円超切り上げるということで、まあ大きくね、えー一 ま、昼ぐらいからね、買われたんじゃないかなと思います。実際に僕今日はね、あんまり相場に張り付いていないんですよね。新しくね、えー、採用を始めましたので、うちの会社はね、珍しいことにですね、僕が代表取締役なんですけども、一時面接をして、二次面接からね、役員、そして現場のマネージャーということで、上からね、えー、トップダウンで、えー、降りていくという、そういった面接スタイルをしてるんですよね。だ一番ね、採用をかけると、 急に忙しくなるんですよね。まあ、ただでさえ忙しいんですけども、そこにですね、えー、45分間間隔で、さらにね、面接が入ってくるってことで、1日3件ぐらい面接をすると、結構ね、相場を、まあ、えー、動かすと言いますか、えー、見る時間がなくなってしまうってことで、だこ、のはね、えー、1、2週間ぐらいはもしかしたらね、面接にを優先をして、まあ、相場の取引ね、売買をする時間はないかもしれないんですけども、まあ、そう言ってもね、えー、まあ、そういった時期、 期間があってもいいいいんじゃないかなかと思います何を優先プライオリティをね高くするかってことが大事でまあ投資家であったりとかね、えーまあ、純粋にですよ専業投資家であったりとかデートレーダーだったらそれはね相場に張り付いて、えー、売買をすることがね第一目標になると思いますしそれがプライオリティが一番高いこと高いとことになると思いますけども、まあ、皆さんはね副業トレーダーであって何よりも仕事のねインカムを高めていくと そして、副業として、もしくはね、サイドとして、えー、こういった株式投資でね、利益を出していくってことを考えてるんであれば、絶対にし、そのね、えー、仕事で、えー、インカムを増やしていくってことが早いですし、まあ、それがね、えー、ものすごく運に左右されないといいますか、になりますし、確実ですよね。だから僕はね、そういった意味では仕事で、えー、利益を出していく。そしてそこで入ったリインカムを株式投資に回していくと。 入金力ですね、まあ、これが一番いいいいんじゃないかなかと思います一番ファイヤーに近づく結局一番富裕層とかね送り人にが早まるやり方なんじゃないかなと思いますねそしてそれ以外にもね会社経営とか本来やりたいことやるべきことそして使命があるんだったらやはりそれを第一優先にするということですよねでそれを第一優先にした結果、まあ、本来儲かったとしても株式投資ができないんだったら、まあ、それはそれでいいんじゃないかなとは思っています まあ自分の人生のね、何を優先して、何に時間を使うかっていうことがブレないってことが大事ですよね。そういった意味ではね、僕は今株式投資よりも会社のスケールですよね。規模を目指していくっていう方向に舵を取りましたし、まあ、できれば上場させたいと思っているので、まあそういった意味で採用するんだったら、それによって株式投資ができなくても。 まあそれはいたしかたないというふうになりまわけでね、まあちょっと話を元に戻すと450円超を切り上げるということで強かったですね。でやはりこれは中国がね、うん、そのいわゆる今までね個人ですよねのインバウンドといいますか旅行を認めていたんですよねアメリカとか韓国そして日本ですねこれをです、ね、団体客つま,りつまりですねツアー客にまで広げたんですよねこれによってインバウンド関連が非常に上がりました。 一方で下がったのは半導体とかね。あとは銀行もね、下がっていましたね。今日見たらね。あと電力とか。まあ、こういったこれまで、まあ、比較的、まあ、強かった、まあ、割安銘柄とかバリュー株が今日は比較的売,れ売られていて、あとはね、インバウンド関連が上がるという形で、えー、動いていたんじゃないかなと思います。ただ、ねえー、この後チャートでお見せしますけども、終値は結局450円ぐらいからまた 下がっててでですすね280円ぐらいい取引を終了しています、まあ、やはりね、今日特に注目を集めた金融と経済のニュースとしては、この中国ね、えー、団体旅行を約80カ国に解禁ということで、まあ日本だけではないのでね、アメリカ、それから韓国、それ以外の国々ということになります。まあ特にね、えー、日本はお隣の国になりますから、まあ今ね、非常にインバウンドで、えー、国内消費ね、えー、含めて活性化してきてますよね。これはもちろん 氷も含めてでですす百貨店とかかそれから旅館業ですねもちろん、タクシー業界とかね、えー、そういったところも引く手、引く手余ってなってますし、東京でもね、今タクシーが捕まらないですよね。Go とかね、えー、そういったタクシー手配アプリを使っても全然来ないっていうですね、まあそんな状態になってますから、そうなるとね、懸念するのは、これは完全に金融と経済だとね、えー、全く切り離された僕の個人的見解ですけども、タクシーの運転手の、ね、態度が悪くなるんじゃないかっていうね、 まあそれだけは非常に懸念しているので、まあ、なるべく個人タクシーが乗らないようには、普段もしてますけども、まあでもそうは言ってもね、えー、なかなか捕まわないので、まあ選んでる場合ではないということになりますけども、まあ、タクシーもね、えー、全然東京も足りないと。まあ、京都なんかはね、もう外国人が長蛇の列になっているということで、まあ、こういうところでね、その口コミが広がって日本の評判ですよね。 この観光地としてのですよ、うん。旅行先としての日本の評判が落ちてしまうと良くないので、何かしらの対策は必要かなとは思いますけども、ただこれがね、やはりインバウンドセクターをですね、えー、押し上げたと。まあ、今後は、だからそういった意味ではね、再び百貨店とか、まあとはね、氷のね、特に焼く品といいますかね、ドラッグスはーですね、えー、そういったところがね、もしかしたら注目を浴びて上がっていくということも考えられるんじゃないかなと思います。 それからももちろん航空ね、もあると思いますし、旅館セクターですね。こういうところもまあ注目を浴びていく可能性がありますね。ただまあ、えー、一時450円近く上がったんですが、結局ね、頭を押さえられて売られて269円だということで今日は取引を終えていますね。えー、終わりね、32,473円というところですね。で、このね、32,000円の心理的な節目をものすごく意識されて、ここでコツンとなって今上がっていますよね。 僕は75日動意金星をやや下回って、うん、行くんじゃないかなとは思っていましたが、果たしてそうなるかどうかっていうところがね、今問われてるという今状況になっています。まあまだね、まあでも8月中旬にもね、達していないのでね、今日は8月10日か、あとまあ2週間、3週間、8月ありますし、何よりも,よりもですね、8月よりも9月の方が下げやすいと。 そういったアノマリーですよね。過去30年ぐらいのですね、これは米国になりますけどね、サンド P500 のデータを見る限りですね、2段階で下がっていきやすいということがありますから、まあ、ここで上がってもですね、再び今下がっていくんじゃないかな、少なくとも75日同益金銭まではタッチして、やや割れる形になるんじゃないかなと思っていますし、 僕はね、えー、一昨おとといの動画で、まあ、打診買いは始めてますということをしま、言いましたけども、まだ本格的なね、えー、本、玉と言いますか、本玉は載せていませんので、まあ、下がってくれば、まあ、ラッキーですし、そこはね、えー、賢くしたたかに、えー、監視銘柄から買っていきたいと思っています。なので、僕の予測は、この75日移動疫戦にタッチして、やや下がって、そこまで割り込んでいくんじゃないかなと、これが8月下旬から9月上旬にかけてとは見ています。 果たしてどうなることやらってことになりますけども、一応ね、先物は今のところね、さらに上がっているってことで、まずはね、ニューヨークダウの先物が今200ドル近く上がっているんですよね。それに押され、押されてですね、えー、日経平均の先物も,も90円近く上がっています。なので、まあ連休挟みますからね、明日はおそらく、日本の株式市場は開かないと思いますので、連休明けでどうなっていくのかっていうのをね、えー、この週末でももう一度ね、えー、僕の方でも戦略を立て直すんであれば、 ししながらでですすね、それを動画で公開してていいいきたいと思っていますあとは気になるね、えー、個別メーカーの話もしていこうと思うんですが、楽天グループですね、最終赤字出ましたね。1399億円の赤字ということで、やはり今のね、楽天モバイルが足を引っ張っていると。ただね、赤字幅はですね、ちょっと縮小されてるんですよね。前回が確か2300億円ぐらいの赤字だったので、まあ、小幅ですね、赤字幅は縮小しています。それでも、まあ、莫大な いわゆるですね、えー、他の事業でしょね、楽天モールとか、えー、そういうところでは補填しきれないぐらいの赤字になっています。じゃあ楽天グループのね、えー、この負の,負の遺産である、この楽天モバイル事業、まあ、売却するとか、M&A するとかね、撤退するのかと。まあ、三木谷さんは迷ってると思いますね。もうね、いくつか話、例えばね、えー、してるとは思いますけども、どうなんですかね。まあ、これ会社経営でね、一つになまではいかないと、目に見えてる 部分だけでで判断するののは難しいのでね例えばこの赤字ですよ。今後10年近く、いわゆる税金を払わなくて済むというふうにも判断できるんですよね。ここで負の負債をしっかりと作っておくことによって、今後10年間ですよ。仮に400万、400万、400万と形で黒字を続けてもですね、えー、税金を払う必要がなくなるんですよね。これは累積赤字という考え方なんですけども、 まあそういうような形で考えていたりした場合はですね、うん、こっからね、マイナス4、900万、マイナス400万って形で、設備投資費がね、どん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 少なくなっていって、トントンぐらいに、2、3年でなるんだったら、むしろ今のうちにですね、この累積赤字を抱えておいて、こっからね、再び、無税のままですよ。つまりね、税金を払う必要なくなるということになりますから、会社の運転ができるというふうに考えれば、もしかしたらもうちょっとして、辛抱強く、この楽天モバイルやっていく 可能性もありますよね。まあ、このあたりはね、ちょっといろいろ紐解いていく必要がありますし、逆にね、皆さんの知ってる情報がありましたら、えー、コメントの方で教えてもらいたいなと思っております。ちなみにね、僕ももちろん、保冷物のチャンネルとか見てますから、えー、そういった事業の、まあ、危機的状況とかはもちろん知っていますのでね、えー、それ以外の、まあ、意見とかありましたら、ぜひ教えてもらいたいなと思います。で、チャートの方もですね、まあ、こういった状況なので、再び株価をね、 え、連休明け下げそうな感じですよね。ちょっと今のところね、えー、思惑で上がっていますが、再び前回安値の500円近くまでね、下がってもおかしくない。まあそんな、まあ決算内容なんじゃないかなとは見ています。この状況で反発するってことあるのかなまあなさそうな気はしますけどね、うん。まあそういった今ね、状況だというところで、それ以のね、気になる金融と経済とあと注目3銘柄ってことで、残りの銘柄を話していこうと思うんですが、その前にですね、今、えー、先月出た投資のですね、この最新刊のね、 本がですね、今書店でランクインをしまして、1位、2位、3位を独占している状態になっています。ぜひですね、気になる方は書店でね、まずは立ち読みしてもらえたらなと思っております。それからビコーナンで,でですね、今年の1月から6月末までですね、約1700万円の株の利益でした。配当込みですけどね、その理由とやり方と、1月から3月までが1300万円だったんですね。それもチャートを使って解説をした動画をビコーナンでね、公開していますので、気になる方はそちらの方も見てくださいと。 いうことで、それ以外のね、金融と経済の動きをちょっとね、えー、シェアしていこうと思うんですが、まずはね、7月企業物価ですね、こちらの方が前年比で3.6%上昇ということで、7ヶ月連続でね、えー、物価の伸びが半端ないですね。もうスーパー行っても、お酒を買っても、もこれは円安だからってこともありますけども、僕はね、結構シャンパン好きなのでね、安いシャンパンですよ、おね、買って家で飲むっていうのをね、週末の楽しみにしてるんですけども、どんどん値上がりしてますよね。 昔はね、2000円ぐらいだった。2000円でシャンパンか、それスパークリングワインだろうっていう声が聞こえてきそうですけど、まあ美味しければいいんですよ。まあね、味が良ければ。もうそれが今でも3000、今では3000円ぐらいになってますからね、1000円も上がるのかと、まあいう形ですけども、あと近所のね、そういえば、あれですよ、アジフライのお店がね、1300円だったのが今1800円値上がりしてるっていうね、これはどうでもいい話ですけどね、アジフライ東京っていうのがね、お店が結構人気店なんですけども、知ってる人は知ってると思うんですけどね、えー、ありまして、それがね、500円近く値上がりして、 久々に、ね、見たらね、今までずっと行列だったのが行列じゃなくなっているってうですね、さすがにちょっとね、いから何でも値上げすぎだろうとは思いますが、まあこういった形で、まあ物価が上がると、実質賃金ですよね、えー、がやはり相対的に下がっていってしまいますよね、サラリーマンのですね。だから、まあこっから、まあね、えー、賃上げのフェーズに入っていくんじゃないかなと思いますし、あとはね、えー、ただ、 この7ヶ月連続で上がっていますけども、伸び率は縮小してますよね。で、日銀はですね、一応来年はインフレは収まるというふうに読んでいるんですよね。つまり今の、まあ、過度なインフレは来年には縮小して、まあ元世アに戻るってことはないと思いますけども、徐々に落ち着いていくというふうに今のところを日銀税を見ていまして、まあそう考えるとですね、今がピークの可能性があります。ただ気になるのはね、皆さん知ってる通り、原油ですよね。こちらが、まあ、 サウジアラビアとロシアがね、補調を合わせて減産に入ってますので、これによって原油価格が上がっているっていうのがやや気になりますけども、あと冬にね、えー、もちろん消費しますから、原油とかエネルギーをね。まあ、このあたりが懸念材料ですけども、一応はね、落ち着くんじゃないかなというところで、果たしてこれがね、景気とか、そういうところにどう響くかということを、まあ、しっかりと見ていく必要があるかなと思いますね。あとは、海外勢がね、まあ、今のところ買い、 言っていますけども、日本株をね、どこで売りに転じるかわからないと。そして海外では当然、岸田総理のですよ。動向であったりとか、えー、行政改革、それから金融改革ですね。あとは、支持率っていうものを見ていますからね。ここまでね、えー、1年近く、まあ日本株、まあ特にこの直近7ヶ月ぐらいはね、日本外に入ってますからね、そろそろね、岸田総理の、まあ、メッキが剥がれるかもしれないですし、まあ、結果が求められるということですよ。有限実行の、 ついにね、実行のフェーズってことになりますから、果たして何を実行したのかってことを冷静に判断す場合、あれ実行してる、むしろ不祥事とかね、えー、懸念点の方が多いんじゃないとかね、マイカードとか含めてね、むしろ増税しかやろうとしてないんじゃないかっていうふうに、海外勢が気づいちゃうとですね、株安の方に触れる可能性がありますから、まあだからしっかりとね、えー、実行してほしいと。 いうふうに思いますね。まあ、有効なことはですよ。増税はやらなくていいかな、ということになりますけども。まあ、そういった意味では、海外税に買われて日本株が上がってますからね。再び、ここから、まあ、今ね、夏狩りで8月9月が下がったと。僕は下がると予想をしてますけども。しても、また11月、12月と上がって3万5千円まで行くためには、そうそうね、岸田総理の実行が求められていると。成果ですよ。成果ね。ということになりますね。あとはね、ちょっと気になる決算が出た3名柄なということで、まずはソニーグループですね。 過去最高の売り上げってことになりますけども、ちょっと材料でスクて下がっています。まあ今日はね、えー、もう下げていますけども、ただこの200人ひどいにね、えー、まあそこね、抑えられて、 ここから反発症の影響なので、まあ下がったところはね、8月まだ、もし軟調になるんであればですよ、僕の予測が当たってですよ。まあ200日の平均線あたりでコツになる可能性がありますからね。まあ監視してもいいんじゃないかな、ということで紹介をしました。ただもちろん、抜けたら抜けたらね、それは損切りが必要になりますからね。えそういうところの、まあ軌性は大事になってきますけども、一応、ソニーグループのね、株価は下落基調にあると。 いうところで紹介をしました。あと、損保ですね。えー、純利益7.3倍ということで、まあ、コロナ給付ですよね。皆さんもらってる人も多いと思いますけども、結構ね、その、コロナにかかると、保険が出てですね、3 40万円ぐらいもらえるんですよね。これがものすごく、おそらく、利益を痛めたんだと思います。ただね、えー、それが終わってですね、落ち着いて、利益は7.3倍ということで、今、損保グループね、えー、かなりね、マスコミで叩かれていますけども、 損保の、ね、一応発言を見ると、そのね、えー、影響はほとんどないと。ほとんどねえのかよっていうことでね。だったらね、えー、ただ利益だけを出しただけじゃんっていうことで、ちょっと腑に落ちないところはありますけども、まあ、そこの影響がほとんどないんであれば、このね、純、えー、利益7.3倍が、さらにね、今後増えていく可能性があります。ってことで、こ,れこちらもね、えー、200日動平均線でコツンとなって、ねまざ、えー、な不祥事を乗り越えて、って言いますか。 えー、ものともせず、今上がってる状態になります。もしかしたらね、えー、ここからさらにね、えー、今、かなり安く、で、ね、売り叩かれてきましたので、上がっていく可能性もありますので、まあ、興味がある方はね、75日移動延期線も抜けましたので、一応、テクニカル上はね、えー 上昇トレンドと言っても過言ではないんじゃないかなと思いますので、まあ、ご自身で調べてみても面白いんじゃないかなと思います。そして最後の一名柄が、レオパルスですね。こちらが大幅反発ということで、第一四半期の営業益を上振れさせたということで、こちらもです,もですね、えー、営業利益をですね、2.1倍の水準に持っていたと。会社計画は44億円だったんですね。それを約80億円近くに情報修正したということで、まあ、レオパルス21はね、こちら確か、えー、テレ東ですよね。 のガイアのわけで、不祥事がすっぱ抜かれてね、建築法違反ですかまあ、これによって大きく株価を下げて、一時はね、外資か何かに、まあ、ほとんど、入料した状態になっていました。かなり不意な状態でね、資金を注入してもらった状態だったんですが、まあ、ここからですね、反発をしていくのかってことで、まず売り上げは2.1倍になって、 いますのでね、えー。そういった意味では、うん、大きく売り叩かれた状態ですので、まあ、奇跡の復活を遂げると、まあそう期待する投資家がいたらですね、まあ宝くじより,よりはですよ。全然お勧めじゃないですかね。あくまで材料が出た順に紹介するってことになるんですけども、まあそうした中でもですね、今の状況株価、あとは V 字回復のところを見ると、株、宝くじを買うよりは、 ま、確率、勝率は高くなるんじゃないかなとは、個人的には思ってます。ただ、もちろんお勧めはせないのでね、いついかなる時にですね、外資がハゲタガファンドに見売りするようなものなので、完全的、完全にですね、グループ子会社化して非上場とかしてくる可能性は十分あり得ますからね。彼らはもちろん自分たちの利益しか見てないので、で、一旦負債を整理した後ですよ。 再び再上場みたいなことをした方が儲かると思えばね、アメリカでス,スパック上場とか流行ってますけどもね、箱さえね、別に再び入れ替えて用意すれば、今度ね、えー、完全に負債を消した状態でね、もう一度上場できますし、今の銀行団がそれを許せばってことになりますよね。許すかどうか、許す可能性もありますからね、その時に好条件でね、えー、株を譲ればいいわけですから。うん 要は不動産開発と同じなのでね、そういった場合はね、事主に対してどういう好条件を出せるかということになりますし、もちろん反対する、まあそれはスキームなのでね、金融スキームなので、反対するスキームであれば、もう、にね、えー、そこは、えー、反対してくると思いますけども、まあ、どうなるかわからないということでね、だから全然お勧め合わせないんですが、まあ一応ね、えー、反発状況にあるというのはね、えー、もう25日も75日も突破しましたので、まあ面白いんじゃないかなということでご紹介しました。ということで、 まあね、えー、連休皆さんね、えー、ついにお盆に入りますから、どんな形で過ごすかわからないですけども、まあこのね、連休明けからはね、僕はまあちょっとね、えー、8月後半に向けて、今ちょっと上昇トレンド再びね、えー、3万2000円で反発をしていますけども、復活してきてますけども、まあ再びね、うん、頭を押さえられて、75日土曜線のちょっと割るんじゃないかなとは見てはいますけども、どう思いますかと。 もしね、皆さんの戦略とか考えがありましたら、ぜひコメントで教えてください。まあ、それを見てね、僕もまた戦略をこの、ねえー、連休で練り直すかもしれませんのでね、そういった場合はもちろん、それをね、皆さんにシェアしていきたいと思っております。それでは今日は以上になります。高速で。